サーフィンのことをそんなにまだわからない、まだ初心者だね、初心者っていうか始めたばかりにかかわらず、なんかその海で感じるこう体験できるいろいろなこう経験っていうのと山での経験がこれ同じじゃないかなっていうのにその時気がついた。その技術的なこととかじゃない。One of the snowiest places on earth, a man named Taro Tamai has been carving a unique path on the mountains and in the water for the past 30 years. Taro's craftsmanship and approach to riding is a massive inspiration for surfers and snowboarders throughout the world. So naturally, we jumped at the opportunity to visit the man. Tamai Taro desu. スノーボードを作っています。原点スティックっていうブランドを運営していて、まずスノーボードっていう意味では、自分がやっぱりなんとなく サーファーとして別にまだこう始めたばっかだけどサーフィンに対してイメージがあって、でそのものを山で持ち込んだらもっと面白いことも起きるんじゃないかっていうぼんやりとしたこう何かイメージみたいなのがあって、それをそのムービーで実践してたんだよね、その人。それは、沢っていうかナチュラルパイプをこうスキーではありえないようなライディングなんだけど、そのナチュラルパイプをクルージングしていくっていう、ただそれだけの映像だったんだけど、直感的に具体的にそれを狙ってる人もいたんだ。まあまあそういう意味で、ドミトリー・ミロビッチっていう人なんだけど、これユタの人で70年代の前半かな。で、まあ、あとは。As it was the very onset of winter, Taro invited us to join him for a weekend of camping somewhere closer to sea level. 自然の中に身を置いておきたいのは、置きたいんだけど、その自然の中で得れるインスピレーションっていうのは、また動物からだったり、植物からだったり、もう山そのものだったり、空気の流れだったり、風だったり、波だったり、すべて自然の中の自然からインスピレーションを受けてるんだけど、その中で例えばじゃあそのボードのちょっとしたテールの動きっていった時には鳥の羽の動きだったり魚のフィンの動きだったりっていうのをこうずっと観察してきてる中で、イメージができてたりするから、なんかこう、数値的にのアプローチは一切なくて全部感覚的なものであると、まず基本はそう。So for the cause of what to say, so
こ山釣りで歩いてるけど、サーフィンしないときできないときは、だけどやっぱりなんか二度とやっぱり同じその時間がないから、いつでもそれがこう面白いというか、特にやっぱりある程度年齢をこう重ねてくると、それがなんかこうなんだろう、愛おしいものになってくるというか、なんか当たり前にあるものがだん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 それがまた今度違う感覚になってくるから、なんかこう同じようにその情熱をキープしてるっていうのじゃないんだよね。ずっと変化してる。その変化を自分がだから受け入れてるっていうか、そこが面白いとこなんだよね。ずっと変化してってる。Taro's musings brought to mind the Greek philosopher Heraclitus, who said something along the lines of, change is the only constant in life. And well, after Taro had graced us with his presence and imparted this little piece of wisdom, we thought we may as well continue on our own path and see what a few changes in scenery might do to help us savor the moment.